夕方になりました。今まで草を買ってたんですけども、今からちょっと海に降りてですね、今日ビール飲むんですけども、そのつまみを取りに行きたいと思います。パパッと30分ぐらいできます。のり面を貼りました。よし、落石で、割れていた階段を、モルタルを塗って補修しました。乾いてますね。よし、今日はね、確か夜7時ぐらいの潮だと思うんですけども、大潮ではなくね、中潮っていうのかな、まあ50センチぐらい、引いて50センチぐらいになるみたいです。ですんでね、引かなくても取れるような、貝をね、取りたいと思います。子供でも取れるような貝。よし、磯まで降りてきました。こういう貝知ってるでしょうか。亀の手っていう貝なんですけども、これね、だし、味噌汁なんかに入れるとすごく美味しい貝なんですけどね、だしが出て、僕はね、これ嫌いなんで、今回取りません。今回僕が狙っている貝はこういう貝です。これね、名前は知らないんですけども、これを潮が引いてなくても取れるんでね、これを取りたいと思います。でこれね、うまいんですよ、これ普通に。あと簡単にこう茹でるとポロッと身が取れるんで、食べやすいし、僕はこれ大好物です。それではちょっとカメラ落としたらいけないんでね、撮るところは撮りません。今から撮りたいと思います。Thank you.
収穫はですね、まずこの到着部位と貝をこれだけ取ります。ちょっとね、数は少なかったですけども、小さいのはあまり取らずになるべく大きいやつを取りました。ニーナこれだけです。よし、さあ、塩茹でして食べたいと思います。いただきます。それでは、海水でいただきます。これね、炊き込みご飯とかに入れても美味しいと思う。いいな。いいこと。あとだけか。あ、もう買った。ああ、うまい。それでは。